今回は女優の吉坂由里子さんが絶賛した唐揚げのお店唐揚げ家を紹介します。店内には祝い鶏を使った豊富なメニューがずらりと並んでいました。今回は王道の唐揚げと当たり付きのささべを買いました。まずは吉坂由里子さんも食べたというこちらの唐揚げの方から食べていきます。いざ実食です。ハイボールが飲みたくなりますね。さて今日の運試しということで、次は当たり付きのささべを実食していきます。味がしっかりしていてとても美味しいです。食べたところを見てみると何かが見えました。当たりました。何かいいことがありそうです。宮城は牛タン、岩手は鶏タンです。ぜひ行ってみてください。